皆さんこんにちは。今回はホワイトクリスマスオーダーっていうのが来てるので、ちょっと引いていこうかと思うんですけど、メリークリスマスセレクションオーダーに引き続きホワイトクリスマスオーダーって来てるけど、次何クリスマスオーダーなんでしょうね。これね、新しく出たのが脱地のフルバーストスキルですね。まあバースト時のクールタイムは相変わらず、まあ初期フルバーストと同じような30秒って感じなんですけど、アースフォースついてますね。パーティーの土属性ダメージが上昇するやつ、これがあるのがすごくいいですね。でバースト時にも発動すると、で、まあブレイクがね、まあ通常時で99以上あるの欲しいんですけど、まあ別にフルバーストでそれ出なくていいんですけど、まあそうですね、まあバースト時でも68なんで、まあでもそうだな、タービンだからね、まあ、初動めちゃくちゃ速いわけでもないのかな。速いといえば速いのかな。まあ、めちゃくちゃ遅い、なんかインパルスとかそれくらい遅いわけじゃないんですけど、フルバーストって、普通のバーストみたいに、最初発動して、その演出が終わって、ようやく初撃が当たるみたいな感じじゃなくて、フルバーストって。なんか、発動してから当たるまで、なんて言うんだろう。課金サササッつって、なんて言うんだろうな。発動して当たるまで、なんか、普通のバーストほど遅くはないというか。だから、どうなんだろう、これ、ブレイクに使えんのかな、ちょっとわかんないんですが、もし、ブレイクに使えるんだったら、まあ、ブレイク68なんで、まあ、61層フラボス、奥地のやつのブレイクが、ブレイクタイマー、片手コンが122あるんで、1人当たり、61以上のブレイク値が必要で、で、八方崩し込みで61ならいいんですけど、まあ、八方崩しありだと、48か49ぐらいあるといいのかな。そしたらギリギリ届く感じだったと思うんですけど、まあ、指輪のね、ブレイク 4% とか 5% 入れるとね、1くらい少なくてもなんかギリいけたような気がする。まあ、だいたい48、49、50くらいがあった方が良かった気がします。もう、毎回台本とか作ってるとだるいんで、ちょっと適当なこと言ってますけど、まあ、とにかくね、脱地のフルバーストが来てるんで、まあ単体攻撃ですけど、まあなんか欲しいなーっていう感じですね。まあ単体攻撃っていうのが、全体攻撃だとね、タゲ、ブレイク役がタゲ取るんですけど、タゲ取ってる間ね、全体攻撃バンバン打ってしまうと、タゲを奪ってしまうんで、単体攻撃でね、ちまちまね、打って、バースト条件満たすっていう場合もね、このね、アースフォースがね、効いてくると思うんで、まあ、これはね、ちょっとね、貫突が前提となると思うんですけど、最後風入ってるんで。まあ、でもそれでもね、すごくいいスキルだと思います。これがね、欲しい感じですね。まあ、一番欲しいのこっちなんですけど、まあ、上からちょっと見てみますか。このね、焼きそばバフって俗にっていうかよく言われるやつですね。これがね、まあ、俺持ってないんで、まあ、欲しいっていうのと、なんといってもこれですね。こっちの、覚醒効果の噴光。これがね、回復するっていうのがめちゃくちゃ大きくて、まあ、HP 依存斧だから、フルバーストの斧がね。だから、まあ、これが欲しいっていうのもあるんですけど、あ、どうなんだろう。まあ、でも、さすがにこの効果じゃ、タゲでは使わないと思うんですが、まあ、リーファーのスキルって結構ね、噴光っていうか、回復系の効果が多いって前生放送で言われてたんですけど、まあ、確かに着物リーファーも噴光だし、まあ、片手直径で回復効果が多いっていうの、まあ、それはま、今は別に言わなくていいか。これね、スマッシュって結構、モーションが短いやつで、まあ、ダヤミなんで、ギルランでも使えるような感じなんか、まあ、とにかく、この焼きそばバフ普通に欲しいなっていう感じがありますね。で、なんといってもこれがね、一番欲しいですね。もうこれあるだけでもう、これあって、かつ、ステップ5式なんで、もうそれだけでなんか無条件で、まあ引くみたいな感じがあって。まあ、スイッチもね、76弾あるし、まあ楽印あって、まあスタ削り、槍スキルなんでね、他のスキルで、まあスタ削りしつつ、まあ楽印も付けられて、まあ、全体攻撃なんですが、まあ、バウンサーだからちょっとね、巻き込みにくいんですけど、まあ、なんか、
モブ狩りとかもしかしたら使えるのかもしんないですね。ギリ、わかんないけどね。まあ、モブ狩りでは使わないかな。使わ、あんま使わないと思うんですけど、まあ、楽園で、まあ、バウンサーってね、まあ、外しや、ちょっとね、攻撃外しやすいんですけど、まあ、モーション長いわけでもないので、まあ、これいいかな。うん、18秒間っていうのがいいよね。片手コーンとかがさ、15秒間、モロコシリーズとか、なんですけど、槍としてはね、2枚目の登場ですね、楽園。で、スイッチじゃなくても、まあ、楽園はもともとスイッチじゃなくて発動するやつなんですけど、なんていうのかな、こういうの見るとさ、最初、なんだろう、片手コンでさ、刻印ってあると思うんだけど、なんか途中からその探検で刻印が出たじゃないですか。じゃないですかって始めたての人わかんないかもしれないですけど、スイッチじゃなくても刻印が発動するやつが途中から出たんですよ。フィリア。トレジャーハンターフィリアだっけ、なんとかかんとかフィリアのやつと、シトロンナイト、アリスとかね、出てきたんですけど、その探検で刻印が使えるっていうのがすげえみたいな、なんかスイッチ、しかもスイッチ使わずとも出たっていうのがあって。なんか、それと似たような感じで、なんか槍でも、楽園使えますよ。しかもこれ2枚目みたいな。なんか、そういう流れ来てんのかな。その最初、楽園は片手コンだけでしか使えないと思われてたけど、まあ、槍でもなんか、使えます。しかも2枚持ちできますみたいな。まあ、そういう時代の流れが来てんのかなっていうのをちょっと感じましたね。で、次。サーニャ、超中強化の、しかもね、フルバーストアビリティですね。まあ、フルバーストアビリティといえば、まあ、ちょっとね、この、チェインタイプの検証をしたんですけど、まあ、これがなんか、あんまり差が感じられなかったんですが、もしこれ当たったらね、もう一枚フルバーアビつけて、まあ、もう一回もしかしたら検証するかもしんないですね。どれくらいダメージ伸びんのかちょっと、わかんないですよね。プラス 5% だけだとね、まあ、2枚つけたらプラス 10% になるんで、まあ、もしかしたらなんか変わるかもしんない。で、まあ、このフルバースト時間延長っていうのは、なんか使ってて思うけど、フルバースト、俺はまだ慣れてないからかもしんないけど、なんかすぐ使っちゃうんで、別に延長とかそこまで、めちゃくちゃ欲しいっていうわけでもないんで、まあ、うん。まあ、フルバー、あんまりね、フルバーアビー入れすぎても覚醒率がね、上がんないんで、その覚醒スキル抜いてこれ入れるみたいになるんで、だから、あんまり、その何枚も何枚も入れたくはないけど、まあ、もう一枚あるとちょっと検証に使えるからいいのかなっていうのもあるし、まあ、やっぱね、超中強化4がね、なんか、面白いですよね。タンクでね、使うってなったら、まあ、前に出たそのバースデーのシリカが1000維持もついてるのでいいんですけど、どうなんだろう、これ火力で使うと、まあ、火力あんまりダメージ受けないからな、その尻尾の方で攻撃してれば。51層フロアボスのね。だからこれがどうなのかなって、まあ、もうちょっと火力効果つけてほしかったけど、まあ、これがね、HP50% 以上で攻撃力 25% しかつかないのが、まあ、ちょっと気になるところですね。なんかね、25% っていうのが、なんか、貫突して 25% だから、それがなんかすげえ気になる。で、なんて言うんだろう。まあ、それ以外だと、こういう、効果 50% 未満で防御上がるって、なんかさ、こういう効果が、実は使えるみたいなのでよくあるんですけど、でも 50% 未満で防御力上がるって、使うとしたら、闘魂ブローとかの効果と合わせるのかな。でも、回復、まあ、回復アイテム使わないか。使わないから関係ないのか。回復強化もついてるんだよな。まあでも、闘魂、防御上がるって言ったらあれか。そしたら、闘魂ブローみたいな、生首勇気みたいなのつけて、HP50% 未満、25% 未満にして、フルバーストの片手直径打つみたいな感じになるのかな。そういうのにももしかしたら使えるのかもしれないけど、ちょっとよくわかんない。ただ、まあ、フルバーストアビリティだから、まあ、欲しいっていう感じですね。まあ、ここね、4つ出てるけど、まあ、この中だと、まあ、このフルバーストの初期のやつと、まあ、これがおすすめですね。まあ、これはね、楽園入ってるんですけど、この楽園入ってるだけで、そんな強くない人でもね、上位ギルドで活躍できます。このね、楽園あるだけで、本当に重宝されるんで、もう楽園あるっていうだけで、まあ、もしかしたら、ギルド入れてくれるかもしんないまであるんですけど、
これギルランでめちゃくちゃ大事なんで、あの火力なくて、あの自分弱くて自信ないっていう人はね、こういうのね、あの取るといいですよ。あの本当にね、本当に楽印係マジで大事なんで、ね、この初期のフルバースト、まあどっちもね、一周できるならいいんですけど、まあ始めたての人はね、片手直球のフルバースト入ってるんで、こっちのね、初期のフルバーストオーダーのがおすすめですね。まあこれはね、ある程度、その強い人とか、まあこれね、最新装で使うやつなんで、この肉とケーキを食べ放題キリトってやつはね。だから、まあ始めたての人いきなりね、最新装を行ったりしないと思うんで、あ、そうだ、これ、あとこれも見とかないとね、これ。あの、フルバースト時、3810ダメージなんですけど、こっちのフルバースト片手コンは、多分こっち、ほら、4090% なんで、まあ、あと、火力効果ね。こっち、火力効果ついてるんで、火力としてはこっちなんですけど、こっちはね、どっちかっていうと、サポートですね、多分。あの、フルバーストの起動もできるし、で、まあ、このサポート効果のために打つみたいな感じになると思うんですが、まあ、貫突すれば土土だってやるだけでね、あの、打てるようになるんで、まあ、サポートしつつ、あの、火力を出すっていうのにいいと思います。まあ、いろいろ言いましたが、まあ、楽印あるっていうだけで引こうと思うんで、まあね、あんまり説明長くなってね、動画長くなると、あの、やばいので、早速ね、引いていこうかと思います。あの、最低でもね、一周は、あ、いいね、クリスマスの背景ですね。まあ、最低でもね、一周は引こうかなと思います。19000いくらか溜まってるんで、まあ、あの、まあ、一周はね、してっていう感じで、で、焼きそばバフみたいなやつ、さっき、あったと思うんですけど、あれはまあ、最悪、おびっくりした。びっくりした。モッドかな？うん、まあ、全然関係ないけどね、ありがたいですね。斧はあれか、飛ばしちゃいけないのか。あのね、注意点なんですけど、焼きそば系のバフは、打属性が弱点の敵以外でね、使わない方がいいです。てか、もう先般になるんで使わないでください。まあ、なんて言うんだろう、イベントとかでね、めっちゃ強い人がね、使うこともあったりして、まあそういう場合はね、めっちゃ火力出してくれんだったら全然いいんですけど、まあ基本ね、やめてほしい。まあ特に、地下迷宮第2層とかですね。ああいうところではね、あんまりやんな、あ突飛か、これ85層のお手伝い行くとき道中でいいかもしれないですね。キルト枚数もついてますね。まあ、ステップ1でね、何も出なかったよりはね、すごくいいと思います。多分持ってないんで、まあ、とりあえずね、ステップに行きますか。お、いいですね、この背景。なんか毎回なんか背景、最近違いますね。あの、グラスとか、なんか肉とか。出てますけどね。なんかイルミネーションとかあって。なんか、最近なんか背景ちょっと凝ってるな。このガチャ演出とかさ。あの、フルファーストのガチャ演出とかっこいいよね。なんかちょっと、なんか、演出凝ってきてるなーっていう感じがしますね。いやー、来るのかな？まだステップ2だから別に全然来なくても、まあ、全然耐えるんですけど。うん。まあなんとか当たってほしいですね。もう他のは最悪当たんなくてもいいから、でもこれ焼きそばかな覚醒。あ、違う。持ってるし。持ってるし。まあ直剣飛ばすか。いやまあ当たんないよりいいのかな。これ槍も飛ばそう。これ最後か。斧か。いやこれ最後かな。焼きそばのバフ、あ、これこっちが最高か。フルバースト、結構ね、強いですよ。なんて言うんだろう。51層か、一番上の階層。51層フロアボスがさ、今ね、出てる脱地の全体攻撃モッドってね、あんまり範囲広いのがなくてね、75層のスカルリーパーみたいにね、いっぱい巻き込めないんですよ、腹の部分で攻撃すると。複数判定出るんですよ、全体攻撃。でもなんか、あんまり巻き込めないから、フルバーストで単体で撃ってもね、案外ね、その2点3点、2点攻撃よりね、ダメージ出ることもあったりして、まあ、俺の編成が悪いのかもしんないけど、まあ、そこはちょっとわかんないけど、
案外ね強かったりするんで、しかもねまあやっぱ全体攻撃のがね多分強い人はね威力出ると思うんですけど、まあなんかフルバーストもね使うといいみたいな感じがあって、まあ補助的に使うのかな、フルバースト補助的わかんない、補助的って言っていいのかな、まあどっちも使う、なんか火力スキルが増えるみたいな感覚で使っていいと思うんですよね。でこれが10連目かな。で次槍だけど、まあ槍は別にどうでもいい感じだから、これが次確定枠か、片手コン、これフルバースト来るかな、これステップ3の11連目だよね。あーこれどうだろう、あーフルバーストの演出ない、終わった、うわーうわー、テニスのドロップショット来たこれちょうど最近話題にしてたやつですね。これ 2枠って多いんじゃねえとか俺言ってたんですけど、だってこれ配布のマテルがさ1枠でさらにダジャクまでついてるじゃんみたいなこと言ったんですよ、サブ赤かなんかでツイッターサブ赤で言ったんですけど、まあ、これねなんかあ使えねえとか言う人いるんですけど、これ貫突すると見ての通り火傷耐性が 100% になるんですよ。でこれまあ片手コン使うときね、ソードスキル枠1枠潰しちゃうんですけど、これ使うと。でもねその分ね最近ねアビリティ枠マジで足らなくすぎてさ、きついマジ耐えらんねえみたいなさことがあるんで、やけど使ってくる相手でねタンクやるときはねこれを使うこともね選択肢の一つとしてね頭の中に入れておくといいような気が俺はします。俺はねまあみんなねうわいらねえってね言う人結構多いと思うんですけど、俺はなんか有用性があると思ってます。なんか最近本当にねもう結構ねタンクの士気がめちゃくちゃ高くて、耐えるのもきついみたいな感じが出てきて、いや本当にねスキルね美化金とかであんま揃ってない人はねもう何としてもせめて耐えられるように、そういうねどうにかこうにか耐えられるみたいな、そういう手段をね一生懸命ね考えた方がいいと思っていて、だからそうだね、ソードスキル枠1枠潰してでもなんとかしようって耐えようって思わないと、まずそのバフデバフ云々以前の問題も耐えられるかどうか、もう最近はもう最近出るボスって本当にさ、まあ、51層のメタルリーパーもそうなんですけど、なんかブレイク可能な攻撃ってめちゃくちゃ強いですけど、それ全部ブレイクしたとしてもそれ以外の攻撃を耐えるのも結構きつくなってきて、でしかもなんか毒とスタン耐性どっちも入れないといけないからアビリティ枠がカツカツになってて、だから耐えるためのスキルとか回復系のスキルとか入れる余裕がないんですよ。だからパーティーの回復バフとか本当に2種類3種類とか手厚くしないと、もういっぱい打っていかないと死んじゃうんですよね。だからねなんか本当にその耐えられるかどうかっていうのがめちゃくちゃ重要だと思ってます。もう本当にねソードスキル枠潰してでも1枠潰してでも本当に頑張って耐えようっていう気持ち、そういうのが大事になってくるのかなって、これからはそういう感じになってくるのかなって個人的に思ってます。なんかねもうね本当に上級者向けっていうか、なんか持ち物検査感が強くなった感がねありますね。新しい階層になればなるほど、まあ、特に51層フロアボスはねブレイクできるスキルが限られてきてって感じなんですけど、まあ、片手コンはね、まあ、前回リズある人いたら、もう片方はブレイク値低くてもなんとかなるみたいに思ってる人も結構いると思うんですけど、1枚だとね、2連続で来た時にね、ブレイクできなくてね、死ぬ人が出てきたりしてね、結構不安定になったりするんで、まあ、ちょっとね、わかんないんですけど、うわー、確定枠で、うわー、やだーやだやめて、なんでくっやなんかくそちくしょやめやがって、うわ
うわあ、くっ、なんで、なんで、くっ、うわあ、いや、いらねマジで、うわあ、いや、いるんだけど、いるんだけど、なんか、いや、いるんだけど、いるんだけど、こん中だと一番いらん、あーくー、一枚は当たるだろうと思ったんだけどさ、うわーマジ、え、うわーくー、そうかした、え、なんで、え、もしかしてあれか、あのあれか、このさ、この武器ダセーとか言ったからか、エルニーニョ G3 にまでしたのに。あー、ごめんね、なんかね、一生懸命ね、デザインね、考えたのに、ダセーとか言われたら怒るよな。いやー、すいません、この武器かっこいいっす。すいません、この武器かっこいいっす。マジでいいの出してスキル。武器とかどうでもいいから。武装石とかどうでもいいからいいスキル出して、マジでやめて、うわあ、仕事じゃねえ、くそ、じゃねえ、いやいや、うわあ、うわあ、いや、8000ジェムだから2000と、1250じゃん。開催期間が1月11日。いや、捨て3まで回します。ちょっと一周でとか言ってたんですけど、捨て3まで回します。俺は諦めないぞ。もうね、かなりね、確率が低くて、もうほんと絶望的なんですけど、まあ、1ヶ月もあれば捨て5まで引けるだろうっていう、まあ、希望的関数、あ、なんていうのかな、こういうの。本当はね、こういう中途半端に引くのはあんまりやりたくないし、しないんですけど、まあ、たまるでしょう、という感じで、いや、どうなんだろう、確定枠で来るのかな、確定枠以外で来てほしいな。あー、うわー、絶望的だ。うわー。いや、さすがにもう、きついか。ステージじゃあな。あー、次が最後かな。あー、もう無理だな。うん、無理無理無理。うわー。いや、俺まだ行くぜ。諦めないぜ。いや、まだやれるぞ。諦めない。いや、でも最近ちょっとね、神引きがね、俺の動画見てる人ならわかるけど、神引きが多すぎたと思うんで、まあ、これくらいは別にいいのかな。うん、まあ別にいいか。まあ、まあ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 。うん、まあ捨て3まで行って当たんなかったら当たんなかったで、あの、烙印入ってるってだけでももうね、俺は引く価値があると思ってるんで。あ、持ってる。うん、持ってる。捨て3いきます。これ2500、2500だから今残り4000ジェムか。まああれか、もうちょっと貯めたらもう11連できるって感じか。まあでも、うーん、捨て3、まあ当たんなそうだけどいいやこれ。うん、まあガチャだからね、いずれね爆死するっていうのはね全然あることなんで、まあ、いいでしょう。やべ、ちょっと喋りすぎたな。動画、ちょっと長くなってきたかな。まあ、あ、これ、片手コン？確定枠か？フルバースト、あ、違う。あ、おお、おお、来た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 。あー、うわ、なんか違うと思って飛ばした。あー、よかった。まあ、これ、あ、あー、怖い。あー、まあ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 。あー、まあ、うん。ありがとう。よかった。ああ、よかった。びっくりした。マジで全部死んだかと思った。ああ、これね、貫突しよう。いや、オノバースト？フルバーストオノ貫突した方がいいかな。ああ、よかった。ああ、びっくりした。
スカさん刺したさ。あぶねえマジで。いやでも一番欲しいのは楽印だからな。いやでもあれだね、51層で使えるんで、すげえありがたいですね。なんで皆さんもぜひね、あの51層やる人はね、あのフルバーストを引くのいいのかな。あでも全体攻撃の元のがいいのかな、わかんないけど、あでもフルバーストあった方がいいし、引いた方がいい気はしますね。うん、あご視聴ありがとうございました。チャンネル登録していただけると次の動画作りのやる気が出ます。ではまた。